やども、田舎で動画編集ライフの柳です。今回はですね、18歳工場勤務の会社員が動画編集をやってみた結果っていうテーマでお話ししていきます。この動画はですね、これから動画編集を始めたい方とか、本業と副業の両立を考えている方とか、今の生活から脱却してフリーランスになりたい方とか、そういった方に向けて有益な情報になっているかと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。動画に入る前に簡単に自己紹介をさせていただきます。柳と申します。今現在ですね、青森県に住んでおりまして、人口3000人もいないような小さな町に住みながら動画編集を仕事にしております。2020年に副業で動画編集を始めて、2021年に脱サラに成功して、今ですね、有名 YouTuber の編集とか、あとは企業の YouTube チャンネルの編集運用、それからデザインの仕事とか、L ステップの構築運用とか、動画編集スクール M クリエイターズカレッジの講師もさせていただいております。で、今回はですね、土方さんにゲストとして来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。1週間前ぐらいに19歳に入ったっていう感じですね。そんぐらい若い土方さんが副業で動画編集を始めてかなり成果を持たされているということで、ちなみにこの前半年のカリキュラムを終わって卒業されたと思うんですが、売上でいうとどれぐらいいったんですか？半年で売上自体は21万達成できました。副業でですもんね。そうです。そうですよね。なんで、これから動画編集始めようって思ってる方も結構見てらっしゃると思うんですね。で、副業でやりたいっていう方も多いと思います。今回はまあそんな若い土方さんが半年でどういう風な道筋で副業でこれぐらいの成果を出せたのかっていうところを深掘っていろいろお話しできればなと思っておりますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。このチャンネルではですね、動画編集で稼いでいきたい方、住む場所を選ばず田舎で在宅フリーランスがしたい方、そういった方に向けて有益な情報を発信していきますので、チャンネル登録と見逃したくない方はベルマークのクリックもよろしくお願いいたします。ということで、土方さん来ていただいてるんですが、今副業で20万以上稼がれているというところで、具体的にどういう仕事をされているかっていうのをちょっと先に聞いてもいいですか？ YouTube の編集を1チャンネルと、ディレクター業務を2チャンネルやっていまして、TikTok の編集も2つのチャンネルさせていただいてます。はいはい。副業だけどかなり本数こなされてるみたいな感じですかね？そうですね。うん、なるほど。その案件とかはどういう風なところから取ってきたんですか？2件はクラウドワークスで取ってきて、あとの1件はツイッターで取ってきました。うんうん。やりながら、まあ、徐々に量とか単価も上がっていったみたいな感じですかね。はい、この動画見てる方って動画編集やってる方も多いんですけど、クラウドワークス、ランサーズ、ツイッターとかココナラとか営業して全然単価高いの取れませんとか全然稼げませんっていう方いらっしゃると思うんですけど、実際ここにいるんでね、そこから取ってきて稼いでる方が。実際僕もランサーズで獲得した案件を今でもそのクライアントさんとやり取りしてますし、最初は単価安かったんですけど、コミットした結果どんどん単価も上がっていって、そこからの収益も結構上がってるようなクライアントさんもいらっしゃいます。なので本当やり方次第というか、目の前のねクライアントさんにコミットしていけば単価も上げていけるので、今回ちょっとそこも深掘って聞いていきますので参考にしていただければなと思います。じゃあまず、なんで動画編集やろうと思ったのかとか、一応副業でやってるじゃないですか、どういう風な理由で副業を探し始めたのかなっていうところちょっと聞いてもいいですか？去年の4月に会社に入社しまして、うん、はいはいはい、親も自営業なので会社員っていう生活、土日を待ってたりとか、うん、平日は拘束時間があるっていう生活にちょっと耐え難い自分がいて、うん、そこでアフィリエイトを少し高校の時にやっていたので、それを極めようかなっていうふうには思ったんですけど、はいはいはい、安定性がなかったりとか側近性がなかなかないなっていうのを感じて、いろいろと YouTube で調べていくうちに動画編集っていうのにたどり着いて、じゃあ動画編集やってみたいなと思ったので、そこで始めた感じです。動画編集自体はもう未経験の状態からやってるっていう感じですね。そうですね。動画編集を見つけて、エイムも見つけて入会して、そこから触り始めたっていう感じですよね。そうです。はい。じゃあ実際入会してスキルを身につけたりしてたと思うんですけど、具体的にこう1ヶ月目2ヶ月目月収の推移とやってたこと何してたかみたいなことをちょっと聞いてもいいですか？1ヶ月目はエイムの課題動画2本をとにかくやって、うん、2ヶ月目には営業に入ってたんですけど、はい、やっぱり18歳で営業も全くしたことがないので、うん、どういうふうにやればいいかわからなくて、うん、講師の方々に聞きつつ営業分を考えて2ヶ月目で1件案件が獲得できた感じです。はいはい。まあ、2ヶ月目の収益が1本2000円の2本納品して、はいはいはい、5000円ぐらいって感じです。なるほどです。3ヶ月目になって高単価の案件を獲得することができたので、そこからの営業はそれ以上の単価のものだけに絞ってみようっていうようなちょっと、はい、チャレンジ精神というかやっていて、はいはい、YouTube の結構有名なチャンネルなんですけど、うん、そのチャンネルの編集をさせていただいて大体5万円ぐらいを達成することができました。3ヶ月目でも5万達成してたんですね。そうですね。早いです。はい。
4ヶ月目、5ヶ月目はだいたい同じ感じで、3ヶ月目に取ってきた案件と、それ以上の単価のものを取ることができたので、その2本柱で作業していって、その時はまだ編集だけだったんですけど、7万円ぐらいの稼ぐことができました。で、6ヶ月目は YouTube の編集が3本と TikTok の編集をやることができて、売上的には20万円を超えることができて、ディレクターの業務とか、あとサムネイルの制作っていうのもできるようになったので、そちらの業務も一緒にやることになって、売り上げは上げることができました。僕がちょっと気になったのは、その3ヶ月目に割と高単価の案件取れたっていうことだったじゃないですか。その時にどういうふうに営業していったのかっていうのをちょっと聞いてもいいですか。柳さんに営業について教えていただいて、営業の基準値というか営業分の構成だったりも全然まだまだなところがあったので、それを踏まえて営業をかけたことによって、 Zoom で直接クライアントと話す機会をいただけて、 Zoom で話すことによって単価の交渉だったりとか、業務の具体的な内容を知ることもできるので、そういうのでやり取りしていって高単価の案件を取ることができました。確かにあの時かなりの数営業してもらって毎日チェックしてやってましたもんね。ズームに不安がある人とかもいると思うんですけど、クライアントとズームするのも初めてだったんじゃないですか。そうですね、はい、意識したこととかってありますか。スクール内で結構ズームが盛んだったりとか、あ、そうですね、講師の方と話したりもできたので、言葉遣いとか服装とかはもちろん気にしたんですけど、あとは自然に話すようにしてました。確かに AM 生って基本講師とか生徒同士ってめちゃくちゃズームするから、そこのハードルはかなり低くなってる、ね、そうですね。営業のところはそういうふうに基準値を上げたりとか、具体的なノウハウとかも聞きながらやれたと思うんですけど、じゃあどうやって両立してんのっていうのを多分みんな疑問に思ってると思うんですけど、はい、実際会社にいる時間どれぐらいで、副業どれぐらいやっててみたいなのちょっと聞いてもいいですか。具体的な数字というか、はい、はい、本業の方が通勤に時間が少しかかるので、1時間前の7時頃家を出て、帰りも6時ぐらいに家に着く感じです。お、はいはいはい、副業の時間は6時に帰ってきたらすぐにパソコンを開いて作業を始めて、だいたい夜の1時2時ぐらいまでやって寝るっていう感じの生活をしてます。じゃあ結構時間は確保できてたっていう感じですかね、はい、これぐらい半年とかっていう短い期間で結果を出すっていう風になると、最初の期間とかって結構やっぱ時間かけないとなかなか厳しいじゃないですか、はいはい、最初きつい時に自分に負荷をかけて頑張れるかっていうのも結構大事だなというふうには思ってます。正直ね、スキルなんて1年2年かければそれなりにこう伸びていくわけですよ。ただやっぱ継続するのがなかなか難しいですし、自分に負荷をかけようと思った時にもそういう環境にいないと途中で辞めちゃったりとかもするじゃないですか、はい、エームの中はまあそういうモチベーション高い人がめっちゃ多いですもんね。そういう環境にいたっていうのも一個要因かなというところですかね。そうです。まあ、それ以外に半年でしかも副業で20万円以上いくっていうのは結構すごいことだと思うんですよ。具体的になんで成功できたかっていう、そこの要因とかって何かあったりしますか。とにかく自分ができるだけの時間を作って作業をするっていうのももちろんなんですけど、特にこうクライアントとのやり取りは本当にスピード感を持ってするようにしてました。深夜の連絡とかもあったんですけど、できるだけ起きて対応したりとか、相手に合わせて生活して作業することによって単価が上がったりとか信頼度を得ることができました、クライアントも夜型というか深夜に連絡が来る方だったんですね。そうですね。なるほど、はい、結構珍しい方だと思ってます。基本は逆に昼間に連絡来る人が多くて、副業の方とかはそこで連絡返すのが遅くなったりしてしまいがちなんですが、ただやっぱりすぐ連絡を返すっていうことは重要で、それをするだけで信頼が取れたりするわけですよね、はいはい、もちろんこれを見てる方全員にもうクライアントに合わせて生活して深夜まで起きろっていうのは強制はしないんですけど、連絡取りやすいとやっぱそれだけ信頼度も上がるので、単価も上がりやすいし、案件もどんどん振ってもらいやすいんじゃないかなっていうのは正直思いますね。今も割と稼働されて時間も結構遅くまでやってる感じですかね。そうですね。あ、なるほど。まだまだマインド高くやってらっしゃると思うんですが、はい、今後どうしていきたいとか、仕事辞めてフリーランスになりたいとか、そういうのってあったりするんですか。動画を始めたきっかけがあんまり会社と合わないというか、そういう生活合わないなっていう感じたのがきっかけだったので、はいはい、フリーランスになってもっと撮影だったりとかいろんな業務をしていきたいなと思ってます、うんうん、それ以外になんかやってみたいことあるんですか。もともと結構 SNS 得意でやってたので、うん、そっちも絡めて運用の代行だったりとか、企業のマーケティングを支えるような人になれたらすごい楽しいなって感じて、素晴らしいです。土方さんに SNS 運用お願いしたい方は概要欄からご連絡ください僕のイメージ、土方さんが成功した要因としてはクライアントとのコミュニケーションがすごくうまくできてるのかなと思ったんですけど、直接会ったりもしてましたっけ。 Zoom とかが多かったんですけど、いろんな方とミーティングして、そこからつながるっていうのは何件かあって、
TikTok の案件とかはそういう感じで取れました、うん、ね、オンラインだけでやりたいとか、僕みたいに本当家から出ないでやりたいっていう方もいらっしゃると思うんですけど、すぐ近くにクライアントがいるんであれば絶対会った方が良くて、それもさっきの即レスじゃないですけど、コミュニケーション直接取った方が絶対信頼にもつながるし、その仕事のしやすさも全然変わってくるんですよね。オンラインだけだとどうしてもコミュニケーションロスが発生したりとか、なんかちょっと言ってる認識が違ったりとかしてしまうので、今後2023年2024年稼いでいく動画編集者になるんであれば意識していただければいいんじゃないかなって僕は思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はですね、18歳工場勤務の会社員が副業で動画編集をやった結果っていうテーマでお話ししてきました。土方さんはかなり努力をして時間も使った結果、副業で半年間で20万円っていう金額を達成することができています。ただこれってまあなかなかね、やっぱり頑張れる人じゃないと厳しいと思うんですよ。なおかつ多分独学とか一人でやってたらなかなか厳しい金額かなと思うので、環境ですね、 AIM っていうスクールに入れなくても、例えば近くに同じぐらいの熱量で頑張ってってくれる仲間がいたりとか、あとは相談できる誰か人がいたりとか、そういうところに自分の身を置くっていうこともすごく大事だなと思うので、今もし一人でなんか闇雲に頑張ってるっていう方は、誰かとつながったりとか交流したりとか、そういったところはやっていただくと今後の収益とか稼ぎも全然変わってくるんじゃないかなと思うので、そこはねぜひやっていただければなと思います。副業でこれから動画編集やりたいっていう方もしっかりね営業の基準値高くやっていければ全然仕事も取れますし、副業で稼いでいくこともまだまだ可能っていうか、まあ需要もかなり高いですよね。正直結構依頼来るじゃないですか。そうですね、はい、なので、まあ、もし迷ってる方とかもぜひね一度やってみていただければいいと思いますし、土方さんぐらいもう全力でコミットしてくれれば同じようなスピード感で稼いでいくことも可能なので、チャレンジしていただければなと思います。このチャンネルでは今後も動画編集で稼いでいきたい方、住まいを選ばず田舎で在宅フリーランスがしたい方、そういった方に向けて有益な情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録と見逃してくれない方はベルマークのクリックもよろしくお願いいたします。あとこの動画がいいなと思ったらグッドボタンと、土方さんに何か聞きたいことがあればぜひコメント欄で教えてください。あとですね、僕の公式 LINE では田舎住初心者が動画編集で稼ぐための方法というテーマで発信しております。それ以外にも動画編集者が絶対使うべき案件管理シートですね、こちらの作り方の解説動画とサンプルをお配りしております。それ以外にも僕との無料個別相談とか、あとは AIM クリエイターズカレッジの詳細とかも LINE の方から見れますので、概要欄からご登録ください。はい、ということで今回の動画は以上になります。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。実はですね、今日も仕事終わりに来てくださっております。副業でもね両立したりとか時間を作ってやることは可能ですので、迷っている方は最低限の自己投資に抑えてまずは始めてみるっていうところは意識してやっていただければいいなと思いますし、 AIM クリエイターズカレッジに関しては対談動画たくさん出してると思うんですが、いろんな境遇で成果を出している方っていうのはすごくたくさんいらっしゃるので、こういう境遇なんですけどこういう人いませんかとかあれば、僕が呼んでゲストで出演してもらいますので、そういったリクエストもお待ちしております。うちのスクールに関しては熱量高くやってる方がすごく多く在籍していますので、本気で動画編集やりたいとか副業で取り組んで自分の人生変えたいとか、そういった方はぜひ LINE の方からご相談いただければ、僕も本気でアドバイスしますので、ぜひお待ちしております。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さっ